湯田中温泉は、長野県下高井郡山之内町にある温泉。一帯は、湯田中支部温泉郷と呼ばれる温泉郷である。規模の大きなホテルや創業が古い旅館などが14軒存在し、駅から読間川沿いの高台方向に、土産物屋や飲食店などが点在し、温泉街を形成している。湯田中駅には、日帰り入浴施設、楓の湯が併設している。 駅前及び、梅置な寺前には、足湯も存在する。歓楽街温泉の雰囲気は、あまりないが、スナックなどは数件存在する。大湯共同浴場は、大湯、麺の湯、和紙の湯、千代の湯、滝の湯、白川の湯、魅力の湯、平和の湯、活気けの湯と9件存在。かつては一般に開放されていたが、マナーの悪さにより地元民及び、宿泊客専用となる。 一部の共同浴場は毎月26日に一般客の入浴が可能。大湯は日本温泉協会発行の雑誌、温泉の第47巻共同浴場番付において、西の横綱の道後温泉と並び、東の横綱に番付けられた。温泉街の東部にはかつて湯田中ロープウェイが存在し、五輪高原スキー場があった。 郷土市氏、湯田中の歩みによれば、原湯が浅く耐えず、地面に湧き出していたと考えられるところから、古くは縄文時代から、すでに恩恵を受けてきたものと考えられている。文献に残る下湯は7世紀頃の天智天皇の時代、宗地よにより発見され、溶化霊と名付けた。これが、現在も、同一にある大湯である。佐都市はこの時同時にこの温泉を鎮黃するために、 大湯の東方に、弥勒石仏家を建立した。古くは、草津街道の宿場であり、また湯治場であった。松城藩の真田氏は、湯田中の湯を愛し、お城にも温泉を届けさせた。小林久の門弟でもあった湯田中湯本は、旗後登録制度が施行された時の第一号である。前日通り、湯田中温泉は、別名、洋華霊と呼ばれている。 カレとは、長命長寿のこと。したがってこの温泉は、長命長寿の湯であり、病を癒やし、心を爽やかにして、健康で長生きできる霊源新たかな温泉であるとの、い。初代陸軍軍伊草官松本順との関わりも深く、順による、湯田中温泉入浴法がある。湯田中地区における、文化財としては、よろずや旅館将来層、よろずや、 旅館桃山風呂、湯田中駅旧駅舎、家庭文庫収蔵品、両党石棒、五輪党、小玉家庭の消徳費がある。このうち将来層は2021年2月11日の火災で全焼した。ありがとうございます。